チャオ、あっちゃんです。今日11月29日木曜日、あっちゃんちの晩御飯の後の出だったタイムは、久々にセブン行ってきました。セブンでパン買いに行っててんけども、そこで見つけた鎌倉もこです。はい、やかましいよ。はい、ということで、おかまがおかまくらもこ食べます。やかましい、はい、しつこい、はい、いただきましょう。はあ、いちごクリームとババロアクリーム、誰がババア、やかましい、はい、もうあの、うん、突っ込んどかなあかんよ。鎌倉もこです。なんかむにゃ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 っていうお菓子かな。上結構硬いね、カリカリしてるけど、下ふにゃふにゃやね。変わった食感に、そうな感じ。いただきます。鎌倉もこ。うん。久々にセブンのスイーツ美味しいね。うん。帰り道でさ、パンないのを思い出して、買わな、言ってみて。で、これ見つけて買ったけど。上がすごい硬いねん。下がふわふわやねん。なんかこんな感じ。ババロア？あ、三層になってね。ババロアと、ん？いや、二層や。いちごクリームが上位に入ったのか。うん。美味しい。うん。うん、151円です。セブンのスイーツ美味しいね。うん、近くのセブンがなくなって不便やし、美味しいの食べられへんし、がっかりだ。なんでなくなんねん。まだ10年も経ってん。契約そんな短いんかな、コンビニって。ペイできんやろね。コンビニなんてさ、なんてっていうか、コンビニっての利益率悪いと思うよね。うん、だから数売らんとあかん、だから年数やらんとあかんと思うんだけど、加盟金とかやかやるしね。うん、あのおにぎりとかお弁当のロスはどうすんやろね。コンビニ持ちなんか本部持ちなんか折半なんか、うん、そんな考えていくと何年やろ。あそこセブンできて何年ぐらいやろな。5年ぐらいかな。セブンあっち前なくなったよな。うん、小学校の時やった、はい、なかったよな。中学校の時、そんな4年とかしかないんじゃん。おもとパーティーパーティーハウスってやるな。うん、思ったら年々、ね、そこらで建屋から、まあ建屋はね地主がしたんかもわからんけど、うんうんうん、なんともねって感じやね。うん、まあ何でもいいわ、うん、ファミマでも、うん、サークル系サンクスなくなるね。ファミマ統一になるらしいね。なんかこう今月いっぱいからなんかなくなるって書いてあったんだよ。で、あの、またセブン来てもいいし、山崎デイリーでもいいし、何でも今もコンビニが欲しいです、近くに。夜な夜な歩いてそこやって行けるけどね、ローソンまで1キロあるから行く気にならへんねん。あ、パン切れた。夜中にピュッと行けるけど、車出して向くまで行くのめんどくさいな。冬雪降ったら行くのめんどくさいさ。まあそんなんどうでもいいね。おかまくらもこ。もう大つけんな。もう、はい。かまくらもこ。美味しかったです。はい。あの、また食べたいと思います。そこでおかまに並んでいいね。はい。ということで、おかまが食べるかまくらもこでした。ではまた。あ、じゃあ、美味しかったよ。うん、で、かまくらもこ、よかったよと思ってくれたら、高評価を、応援、コメント、チャンネル登録して見てね。